はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビジです。では This is a police、今日180日目、最終回になると思います。続きをプレイしていきたいと思います。警察副署長マーティン・ステッドがバラバラ死体となって発見。ケンジシアブルーム心臓発作で死去。過去60年で一番寒い冬、フリーバーグに到来と。なんかね、危ない雰囲気のニュースが出てますけど、前回最後ね、もう警察署には来ないでねって追い出されてますから、今日はどうするのかって話だよな。50万ドルには届かなかったものの47万5000ドル、まあ1ドル100円じゃないですけど、まあそういう換算にすると4750万持ってますからね。もう所長の年齢どれくらいか忘れちゃいましたけど、まあ、仮に60歳としてあと4750万手元にあれば、全然ね、悠々自適に堕落して暮らせそうな気もするんだけど。いやー、こういう終わり方か。なんとかね、50万ドル貯めた時のエンディングも見てみたかったですけどね。ちょっとね、今から戻ってもあと2万5000ドル積み上げるのは難しいんで、まあちょっともしね、その50万ドル積み上げたエンディングを見たよっていう方、あるいは知ってるよっていう方いれば、こっそりコメント欄かもしくはツイッターの方にまでお寄せをいただきたいなというふうに思います。一度はね、ゲームオーバーになってしまってタイムリープをしたことはあったんですけど、まあ、それ以外は本当にね、180日間計180回に及ぶ投稿にお付き合いいただいて本当に皆さんありがとうございました。多分僕がやってきたゲーム投稿の中では180回っていうのは間違いなく一番多いんじゃないかなと。まあ、ミカミックスの方はね、あのパワープロの方でもう200回とかに到達していたかなと思うんですが、このね、This is a Police 第180回最終回ということで、本当に皆さん最後までお付き合いをいただけた方、本当にありがとうございました。またね、一応僕の方では歴史ゲーム、まあ、いわゆる戦国時代のゲームと、あとは、まあ、主に、第一次、あるいは第二次と世界大戦もののゲームと、あとね、主にミカミックスの方がやってますけど、僕もパワープロは好きなんで、パワープロとか野球ゲームに加えて、まあ、こういうチャレンジ企画というか、チャレンジ枠みたいなゲームもね、一つやっていこうかなということで、四本柱、戦国ゲームと、第一次、第二次の世界大戦もの、あとはね、野球ゲームに、まあ、こういう独立開発系のチャレンジ枠みたいなものの4本柱でやっていきますんで、またね、ちょっと面白そうな一風変わったゲームを見つけ次第、このチャレンジ枠やっていきたいと思いますんで、もしね、あんなゲームこんなゲーム面白そうだよっていうのをご存知の方いれば、これもまた動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければですね、ちょっと中身の方を見ていきたいなと思いますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ではこのままあのクレジットの方を流してですね、最後の方まで見ていきたいと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。